ミルクサッカーカアカデミー、ミルワカでございます。イノエバーです。ノーミルクサトです。お願いします。すね、お願いします。こちらですね。どん 台所の事情シリーズ YSCC 横浜でございますよろしくお願いいたしますというわけで北から全部ですねカテゴリーを問わず全チームやっております J のチームね図解、世代のポジション分布ということで表でね一段でパッと目に飛び込んでくるというねそんなシリーズでございますけれども横浜まで来ましたねそうですねということでこの YSCC 横浜はですね皆さんそしてマーさん実はこの秋からニューフェーズに突入いたしました はははいはい、はいニューまずは ISCC 関係者の皆さん、J2、はいはいえー、ライセンス取得、おめでとうございます。そ、うん、そううななんんでですすよねだ今までだったら、はい、J3 ライセンスだけだとか、昇格って正直、あんまりこうまだってところがあってなり,りましたけど、これでもう話は変わってる、リリっててるさあ、よりいきます。リ でも本当に色鮮やかなとかねいろんな選手が本当に個性的なームになることは間違いないですよね。ってことで今のメンバーがこれからどうなっていくのかとうとうも含めて見ていこうじゃないかって話ですよ。これは IECC さんで実況で行かせていただくことがこのシーズン特に多いんでね私もいろいろ調査させていただいたりするのでちょっと嬉しいしより知りたいなっていうのがありますのでよろしくお願いいたします。はいてことでこちらでございます。はい出ました はいまずはきの見方からいきましょう、上、はいえー、の部分にね、はい、過去3年間の成績載せております、うん、ただ、はい、このね、以前のデータというものは、いわゆるライセンス、まだないっていう状況ですから、チ、うん、は,いはい、はい もう2021から変わったわけだから、うん、ここからもっと僕は YSC ぐんぐんいくんじゃないのかなと思っております。で、真ん中の部分なんですけれども、はい、えピンクのところ、ここがゴールキーパーとなっております。はい、で、青がセンターバック、うん、で水色がまあサイドバックとかウィングバックをまあメインポジションとされてる方々ね。で、オレンジが守備的なミッドフィルダー、黄色がオフェンシブなミッドフィルダーですね。黄緑が サイドアタッカーとかウインガーになっておりましてがセンタターフォイプとなってておりますそし左側は縦軸でございますこちら年齢分布生まれ年と年齢が入っております4年刻みでオリンピック刻みで書いていただいておりますというね。はい、そして下が移籍とイン予想アウト予想ということですねそうですねただちょっと YSCC さんのイン予想に関してはドイツ部とかいろんなところからね本当に取ってきているという。 このリハルト監督、シュタルフ監督自体がですねそういうプレイヤーだったわけなんですよ。うん、そうなんですよ、ねええ、だからも,かそう、ね、もう自由な発想と言いますかね。なうです、ね、われわれ常任では、うん、多分想像を予想しても、多分ちょっとしょうがないなってところがあるので、ちょっとちゃんとねあのそれ、ここにまつわるところは無理だけど、他のところはちょっといろいろ話していこうかなと思いますはい、まずはゴールキーパーからでございますと、まず今はね、基本的にも佐川選手がやられていて、まあ、谷選手、小池選手もいるって形ではあるんですけれども。うんうんはい この夏に、えー、浦和からね、まあ、正確に言うと、和か、うん、前半戦は浦和から山口にレンタルしていた、うん、え石井選手がこの夏に、まあ、やってきまして、はい、その隣にいる、ね、あの大城選手、二、うん、人ともあの浦和ユースからの同期なんですよね。二人が YS に来てくれているよという形でございますと。僕、まずここでもうお伝えしたいのが、うん、YSCC はあのちょっと2つのルートをこれからやっていくんじゃないのかなと思っています。もちろんあの独自で、ねその 後で言うのは、うん、ドカー選手とかみたいに採用するっていうケースはいろいろ出てくると思うんですけれども、はい、あのそれ以上にあの海外の注目株というか、うん、まだどこの他のチームにも目をつけられてないぞっていう人を持ってくるっていうパターンとか、うん、あとはやっぱこのね浦和からっていうのもそうですけれども J1、J2 クラブのやっぱり若手に。 えー、ここでだったらこうポジションというかねあるよっていうところでその有望な若者たちをこう引っ張ってきてそこで一緒にやっていくってことをやるんじゃないのかなと。はいうん 思うんですよねまあそのヒット後の今、石井選手、大城選手になってくるのかな、はい、大城選手はね、なんかこう、ここで伸びて、また J1 とかで活躍していくんじゃないかなっていうスケールを感じますけどね、うんうん、そうなんですよね。うんうん、まあ僕はちょっと今年でもかなりの、ね、能力値を見せてくれるところがあるから、うん、もしくは来年も YS に僕はいるんじゃないかなと思いますけど、ともすれば他のチームから、ちょっとーツでやってみないかいとか、そういうなんかお声がけとかもあるかもしれないなって、うん、なんか。はい 続いてそのね、青、えー、センターバックのところと、その隣の水色、サイドバックみたいなところをちょっと見ていこうかなと思います。YSCC さ、うんね、はい、に多くの選手って、うん、あの、なんだろう、急なこう、なんていうんですかね、戦力外みたいな遺跡ってないんですよね、うん、そういえば。YSCC さ、うんって。うんうん、で、あるのは、 あの最近、水戸の奥田光也選手なんか、今年二2桁届くんじゃないかぐらいにも活躍してますけど、それなんか、発展系の遺跡が多いわけですね、YS さんは。かつての浅川選手、新選手とかもちろんそうですけど、さんもね行きましたそうですよね、だからそういうケースは今年もあるんじゃないかなと思うんですが、その中の一人が、このサイドバック下から2番目にいますけど。 あら船橋選手かなと思うんですよね、しいですかか、うん、なんかちょっと去年の音泉さん、音、うん、泉さん感があるというか、うんね、そんなところは、そうなんです、うんはい、ちょっと思うところと。あともう一人、ちょっと遺跡あるとすれば、この人あるなと思ってるのが、うんえー、熊川翔選手、はい、船橋選手一つ上のところですね。はいはい、今、熊川選手は横浜 FC からレンタルで来てるんです。はい、で、ただ熊川選手、じゃ横浜 FC に所属する前ってどこにいたのって話なんですが。うん いわきにいいたんですわきから3段階ぐんって上がったんですただもともと実は熊川選手って柏レイソルの下部組織出身でもともと横浜 FC を率いてたのが下平監督いらっしゃったじゃないですかがいわゆる引き上げたんですでなかなかでも J1 で出場機会詰められなかったからちょっと頼むってので y c c 来たってのがあったんですけど 下平さん横浜 SC の監督じゃなくなってしまったのもあるので、はい、もしかすると熊川さんももっかい、もう一回それこそここからね J3 上がってきそうな岩ちとかっていうパターンもあるんじゃないかとか。基準でスタメンはちょっと確保できてないという状況ですもんね。そうなんですよ、うん、あともしかしたらもう一回ね、下平監督はどっか違うチーム行くとかって可能性もあると思うのでああそ,うそこに熊川選手連れていくとかってこともゼロじゃないんじゃないのかなと私は思っております。 え続いて気になってるのが、うん、こオレンジのところで、はい、今年のちょっと成績見るとドダテ選手欲しがってくるチームは、うん、い,やーいやしかしこのねドディことダテ、うん、選手が抜けてしまうとこの i s c c はちょっと出したくないんじゃないですか、ね、もうあそ,うそうなってくると、えーうん、僕はもう若手なんじゃないかなと思うんですよねなかなかこう若手で出られてないような J1J2、うん、のボランチたちを みんなおいでおいでっていうふうにすることはあるんじゃないかなとは思っていますと。ただね、年はあはサイドやったりすることも、柳選手なんか、本当は真ん中でできる選手だから、もしかして、もし、戸ーて選手かとかなったら、そのパターンもあるのかなとか、あと思えば、最近気になってるのがね、まさ皆さん、ちょっとサイドバック戻っちゃうんですけど、サイドバックの最年長を見ていただきた、西山選手、もともとサイドを主戦場とされている方だったんですけど、そうですね、そうなんですよね。 もしかしたらそういう先の先々も考えた上でとかもあるのかな。なてちょっとまあちなみに説明忘れましたけどこ現状のメンバー確するとともに風に向けてどうやってね移籍も行われていくのかなみたいなことを言っていくシリーズであります。といざいますございます。はいという感じでございます。そして今度は黄色、黄緑、緑やっこり一気にオフェンスのメンバー、どんといきますけど年齢もギュッとしてて若いんだよね、みんなに。 今、1996年世代とかがもう、もうめちゃくちゃいるって感じなんですけど、はい、まあ、大卒3年目ぐらいの世代ですね、うんうん、ざっくり言えばね。だからこれがもうちょいしたというか、今後またね、あの、今年の冬とか、多分、春ぐ、春口かな ?2 月ぐらいにかけてで、また新人選手がね、はい、去年の運動家選手みたいな感じでもバーって出てくると思うんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと名前言っちゃったからですけど、 最近すごいね、マ、ま、ー、あ、さんね。どっか、チャールズさんが。いや、これはね <laughs>。もう、これはもう話題にしなきゃ、もう。もうこの週末、ね、2点パチコン決めてますけど、うん、そのまあ、1点目は自分のプレスバックからね、もう、うん、ボックスとボックスなんてもんじゃない。 走りに走って最後自分がフィニッシュするあまりフォワードの選手でボックスとボックスって聞かないででき<や>なかっ、ね、ですよねバチコン決めましたそして何よりもスローインからの2点目、うん、2> ね胸僕はどうやってもしょうがないんですけど胸でトラップして後ろに背負ってるのにですよ、うんえー、左足でこう振り向きざまアウトサイドのねサイドネッチに決めるというね、うん、いあんなことできんのと思っちゃいましたもんねちょっとすごすぎました、ね、えーーこれは覚醒じゃないですか だから彼を育て上げてるやっぱりリヒャルト監督すげえなっていうねお前も開幕からずっと使い続けてるじゃないですか,だかもうこれを分かった上で多分起用されてたんだなって考えるとそうですねあのゴール見ただけでもおそらくはも,うあのやっぱねもちろん彼も J3 で YSA 一気にみんなで J2 に昇格だってのもあると思うけどさすがに他のクラブからオファーじゃないけどお声掛けがあってもおかしくはないだろうなっていうのが。 あるとそう考えるとそろってますよね、高さのピーダー戦や日高アレクサンドルがいて、ね、スピードのカーベや、ね、あとはキクタリなんかもいます、うん、んでこの、ね、もうパワフルとか何でもできるのかドカチャールスがいてって、うん、これはちょっと面白い前線が整ってるなぁなんてことも,もします、ね、はい、はいはい、日高アレクサンドル選手もね<で>まだなかなか出場ないんですけど、うん、1 9 0ンチを超えてます。ね いや、でもね、セカンドチームから入って、これもう、すみないんですよね。よね活躍してほしい。うん、でも、思えばね、まあ、さ、うんうん、あの、今ちょっと怪我に抜けてるの、ピーター選手。いますけど。ピ、ピーター選手も、思えば、ルーキーギアの時って、うん、途中まで、あんまり出番なかったんですよ。ていうん、か、ほぼ出番なかった、はい。だけど。 出場でしたかなんだかいろいろね、他の人で重なって、うん、途中から出してみたその日に点決めるとでもしかた今、運度川選手がねこう頑張ってるからっていうとこがあるけど、やっぱり長いシーズン考えてたら、どっかでっていうタイミングがあると思うので、はい、もしかしたらそういうことも、うん、日高選手、急な登場とかもあるんじゃないのかなってのも思うところでありますね。 今年で言えば、うん、あのやっぱりちょっと違いを見せてくれてるのが、はい、まあこの中だったらまあ最年長に近いですけれども、うん、黄色の中の神田夢海選手,、ね選手ね、クオリティありますよねやっぱね、うん、やっぱ彼のこうテクニカルなそのパスワークだとか考えると、うん、まあ彼もちょっと狙われてもおかしくはないけれども、でも YS にとっても超重要な存在だよななんてところもあったりして、はい、なので、そのあたりも今後どうなっていくかが、うん、え気になるところではありますと。はい ただ、先ほども言いました通り、あり、先ほどね、石井選手、大城選手でも言いましたけど、うん、僕はまだまだ決まってはないと思いますが、えー、来季は結構、もうちょい3から5人ぐらい、J1、J2 からの若手有望株レンタルがあるんじゃないかなと思ってるので、そのあたり、またね、どんな選手が来るとか分かったら、ちょっと別動画にしようかなと思っておりますので、ねえー、そのあたりもちょっと楽しみに。 ここから何かこう化けていくククラブになるんじゃないかみたいな気もしてますし無限の可能性を決めてるような。 いやそうだ楽しみでございます。えー、はい、楽しませてください。はい、ありがとうございました。いたいということで、この、ね、シリーズも続いておりますが、いろんな話題で、えー、毎日やっております、ミルクサッカーアカデミー。この動画も面白いなと思った方はですね、えー、グッドボタンで応援していただくと、お願いしますになりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。サッカーをもっと楽しむためにミルクサッカーアカデミー毎日やっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。井上馬でした。したそれではまたお会いしましょう。さよなら。 もっとなんかしていくぞ、あとはー。ですね。